7人組ダンス&ボーカルグループジェネレーションズフロムエグザイルトライブが出演するアベマのレギュラー番組、ジェネレーションズ高校 TV、毎週日曜あと9時。24日、放送分では、ジェネレーションズがそれぞれ会議室からリモート出演し、人高リモートチャレンジ SP と題して、自粛中でも工夫すれば楽しめるをコンセプトに、メンバーたちが学生でも気軽に真似できるゲームに挑戦する様子が放送された。オープニングトークではそれぞれのメンバーがおうち時間の過ごし方を告白。中でも片寄涼太は思いっきり韓国ドラマにハマりましたと語り、これまで見た作品として芸能界でもファンの多いナシ、隊員クラスと愛の不思議の作品名を挙げた。すると即座にメンバーたちがうわー出た出たと反応。世界中で話題なドラマだけにメンバーたちも納得の表情を見せていた。そして最初に行われた出題されるお題に対して嘘をついている人を当てるリモート嘘つきクイズでは、激辛焼きそばを食べている二人の嘘つきは誰？という問題に対し、回答者に選ばれた白浜亜嵐以外のメンバーが一人ずつ焼きそばを食べていくことに。黙々と食べ進めるメンバーや、わざとらしい演技で辛さをアピールするメンバーの様子に、白浜は思わず難しいと嘆く一幕も。そんな白浜は小森俊と片寄の名前を回答、理由として食べ終わり割った後も観察してたと語り、亮太は次の人に言った、窓かまに水を飲んでた、はやぶさも今すごく水を飲んでるのでと推理した。気になる正解は、なんと小森と片寄で、白浜の名探偵ぶりにメンバーはめっちゃ見てると驚き。そして実際に激辛焼きそばを食べた小森は、ちょっとこれ耐えれないかもと半泣き。そんなに辛いの？と問いかけるメンバーたちに対し、片寄も痛いもんと放心気味だった。番組の後半では海外の SNS で話題を呼んだペットボトルのキャップを回し蹴りで外すボトルキャップ7人連続成功チャレンジに挑戦することに。練習時間では数源流友と中塚さゆうたのみが見事1回で成功したものの、他の5人に至っては惨敗。メンバーたちの間に不安な空気が漂う中、挑戦が始まるとペットボトルごとなぎ倒してしまう人が続出した。成功しないまま残り時間1分となると、2人以上連続で成功していないため、最初にかっこ悪いと話していたスロースピードに切り替えることに。しかしそれでも7人連続で成功することができず、チャレンジ失敗。想像以上の難しさに悔しそうな表情を見せていた。チャレンジの様子やリモートでも楽しく過ごせる企画はアベマビデオで視聴可能。